今回はノーダメージでできるピールメッシュという裏技を紹介したいと思います。数ある裏技の中の一つですね。こちらは特殊なカラー剤とアイロンを使ってメッシュを作っていきますので、ノーダメージでできます。ちなみに仕上がりをイメージしたメッシュが作れるのと、実際にご自分がメッシュを入れる時の勉強にもなります。ここに入れるとこういう風に出るんだなっていうのが確認できますし、プラスすごいのがですね、お客さんと共有しながら入れたい場所を選んでメッシュを入れることができるという。メッシュというのは仕上がるまでどうなるかっていうのがお客さんも分かりませんし、美容師さん側も完全には予想できませんよね。それがこのメッシュの方法だとできます。こちらがラインが全く出ないですね、 T4 セニングっていう業界最安値のセニング、両刃セニングなんですが、刃が両刃がくし刃になってるんでラインが出ないんですね。根元からセニング入れても全然大丈夫なセニングなんですが、こちらを上から刈り上げをすることによって滑らかな刈り上げラインが作れます。女性の場合は柔らかい質感の刈り上げラインにした方がいいので、僕は上から刈り上げをしております。こちらがアフターの状態ですね。ブリーチオンカラーしたような感じが簡単にできるんで、カットカラーで2時間以内に簡単にできます。